バスブルターニュと、オートイコールブルターニュオートイコールブルターニュ、地形図オートイコールブルターニュは、フランス、ブルターニュの東部地方。歴史的に、オートイコールブルターニュは、ブルトン語の使用が忘れ去られ、ロマンス語である、ガロ語が話されている。一方で、ブルターニュ西部のバスブルターニュでは、ブルトン語が優勢である。都市から遠く離れた東部の境界に至っては、ブルトン語の使用は、 ほんのわずかとなっている。オートイコールブルターニュの地方言語はガロゴとオイル語ということになる。明らかにオートイコールブルターニュの面積は何、世紀もかけて精神してきた。十世紀終わりまでに大陸ブルトン語は転換されていった。2 u g u g の綴りで始まる地名は消え、v で始まる地名に変わっていった。地名学上では、 サンマロからサンナゼールに至る線は教会とみなされていた。10世紀、現在のイルイコールエイコールビレ県のコミューン、ベルンシュルセシュやビニョックではすでにロマンス語が話されていた。一方で、ギニエン、ゲル、ゲムネパンフォといった地では、ブルトン語が話されていた。1554年、サンブリューからル・クロワジックまでの線の意図がバスブルターニュであるとされた。今日の教会は、 パンポルからバンヌまでの線とされている。この境界は徐々に消滅しようとしている。なぜならば、ブルターニュ西部の住民が言語を学んだ。結果ブルトン語を用いなくなっていったのと、ブルターニュの東部に、ブルトン語話者が移住しているからである。オートイコールブルターニュには、ビルイコールエイコールビレ県、ロアールアトランティック県、モルビアン県東部、コートイコールダルモール県東部が含まれる。 言語学的境界線は、おおよそで、西部は、サンブリューからバンヌに至る、西部、東部の境界は、メーヌやアンジューとの境界で話される、マイエンヌ語やアンジュバン語、ポワトバン語が優勢となって失われている。南の境界は、ロワール川南側のレ地方のコミューンである。ありがとうございます。